事務局長から申し上げます。本臨時会は一般選挙後初めての議会でございますので、議長が選挙されるまでの間、地方自治法第107条の規定により、年長の議員が臨時に議長の職を行うことになっております。ご出席の議員の中で、飯野義晴議員が年長議員でございますので、ご紹介申し上げます。飯野義晴議員、議長席にお付きください。ただいま紹介に預かりました飯野義晴でございます。皆様方には去る3月22日の町議会議員一般選挙において当選され、ここにご参集されましたこと、誠におめでとうございます。地方自治法第107条の規定により、臨時に議長の職務を務めさせていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いを申し上げます。それではただいまより令和2年第1回阿見町議会臨時会を開会します。ただいまの出席議員は18名全員であります。よって定数に達しておりますので、会議は成立しました。これより議事日程第1号その1に入ります。日程第1、仮議席の指定について、この際議事の進行上仮議席を指定いたします。仮議席はただいまご着席の議席を指定いたします。次に日程第2、議長の選挙を行います。選挙は投票により行います。議場を閉鎖します。ただいまの出席議員は18名であります。お諮りいたします。会議規則第32条第2項の規定により、立ち会い人に落合剛君、栗田利正君、石引大輔君、以上3名を指定したいと思います。これにご異議ございませんか。異議なしと認め、作用決定いたしました。投票用紙を配布させます。投票用紙の配布漏れはありませんか。ありませんか。配布漏れなしと認めます。投票箱を改めさせます。
以上なしと認めます。念のため申し上げます。投票は短期無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、事務局長の点呼に応じて順次投票願います。落合剛議員、栗田利正議員、石引大輔議員、高野義雄議員、樋口達也議員、栗原義行議員、野口正弘議員、永井義和議員、海野隆議員、平岡宏議員、川端修司議員、難波千佳子議員、上井和美議員、久保谷充議員、柴原誠一議員、久保谷実議員、吉田健一議員、飯野義晴議員、はい、ここで投票漏れはありませんか。
投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。これより開票を行います。落合剛君、栗田利正君、石引大輔君、立ち会い願います。選挙の結果を報告いたします。投票総数18票、有効投票18票、無効投票0票、有効投票中久保谷満君11票、野口正弘君7票。以上の通りであります。この選挙の法定得票数は5票でありますので、久保谷満君が議長に当選されました。議場の閉鎖を解きます。
ただいま議長に当選されました久保谷満君が議長におられますので、本席から会議規則第33条第2項の規定により告知をいたします。ここで久保谷満君より挨拶がございます。久保谷満君、登壇願います。この度議員の皆様方のご推挙を賜りまして、町議会議長の要職に就くことができました。誠に身に余る光栄でございます。もとより微力でございますが、円滑な議事運営に努め、その使命達成とより開かれた議会になるよう、最善の努力を尽くす決意でございます。町民の皆様の議会活動に関する関心は極めて大きなものがございます。吉田前議長の下、議会報告会の開催、インターネットによる議会中継、全員協議会の公開など、町民の皆様に開かれた議会改革の流れを止めることなく、さらにタブレット端末の導入を起といたしまして、さらなる議会運営の効率化、活性化を図ることとともに、住民福祉の向上のため、町民の皆様の負託に応えてまいりたいと存じます。皆様のご指導、ご協力を賜り、重ねてお願いを申し上げます。就任のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。本席を議長と交代いたします。ご協力ありがとうございました。それではこれより議事日程第1号その2に入ります。議事についてはお手元に配しました日程表によって進めたいと思いますので、ご了承願います。次に日程第1、議席の指定を行います。議席は会議録第4条第1項の規定により、議長のにおいて指名をいたします。議席番号及び氏名を事務局長に朗読させますので、順次ご着席を願います。それでは読み上げさせていただきます。1番久保谷満議員、2番落合剛議員、3番栗田利正議員、4番石引大輔議員、5番高野義雄議員、6番樋口達也議員、7番栗原義行議員、8番飯野義晴議員、9番野口正弘議員、10番永井義和議員、11番海野隆議員、12番平岡博議員、13番川端修司議員、14番難波千佳子議員、15番上井和美議員、16番柴原誠一議員、17番久保谷実議員、18番吉田健一議員。それではこれでここで暫時休憩といたします。会議の再開は午前10時27分といたします。それでは休憩前に引き続き会議を開きます。次に日程第2、会議録署名議員の指名について、本臨時会の会議録署名議員は会議録規則第120条の規定により、5番
高野義雄君、6番樋口達也君を指名いたします。次に日程第3会期の決定についてを議題にします。お分かりいたします。本理事会の会期は本日1日としたいと思います。これにご異議ございませんか。はい、ご異議なしと認め採用を決定いたします。次に日程第4初版の報告を行います。議長より報告をいたします。本理事会に提出された案件は町長提出議案第32号から議案第37号の6件であります。次に監査委員から令和2年2月分に関する例月水道検査結果について報告がありましたので報告をいたします。次に本理事会に説明委員として地方自治法第121条第1項の規定により出席を求めたものはお手元に配布いたしました名簿の通りであります。それでは以上で初版の報告を終わります。次に日程第5副議長選挙を行います。選挙は投票によってより行います。議場を閉鎖いたします。ただいまの出席議員は18名であります。お分かりいたします。会議規則第32条第2項の規定により 立会人を7番栗原義之君、8番飯野義晴君、9番野口正弘君を以上3名を指名したいと思います。これにご異議ございませんか。異議なしと認め採用を決定いたします。投票用紙を配布させます。投票用紙の配布漏れはありませんか。はい、配布漏れなしと認め投票箱を改めさせます。異常なしと認めます。念のため申し上げます。投票用紙は短期無記名であります。投票用紙に
被選挙人の氏名を記載の上、事務局長の点呼に応じ順次投票を願います。それでは読み上げさせていただきます。落合剛議員、栗田利正議員、石引大輔議員、高野義雄議員、樋口達也議員、栗原義行議員、飯野義晴議員、野口正弘議員、永井義和議員、海野隆議員、平岡博議員、川端修司議員、難波千佳子議員、上井和美議員、柴原誠一議員、久保谷実議員、吉田健一議員、久保谷満議員、はい、投票漏れはありませんか。はい、投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。これより開票を行います。7番栗原義行君、8番飯野義晴君、9番野口正弘君、立ち会い願います。
選挙の結果を報告いたします。投票総数18票、有効投票数18票、無効投票0、投票有効投票中、難波千佳子君8票、平岡博君7票、川端修司君2票、永井義勝君1票、以上の通りであります。選挙の法定得票数は5票でありますので、難波千佳子君が副議長に当選されました。ただいまの副議長選挙に当選されました難波千佳子君が議場におられますので、本席からすいません、その前に議場の閉鎖を解きます。ただいま副議長に当選されました難波千佳子君が議場におられますので、本席から会議規則第33条2項の規定により告知をいたします。ここで難波千佳子君より挨拶がございます。難波千佳子君、登壇願います。皆様こんにちは。ただいま議員の皆様によりご推挙いただき、副議長の退任を拝しました難波千佳子でございます。議長の補佐役といたしまして、新たに誕生されました高野満議長をしっかりと支えて、皆様方からのお力添えをいただきながら、円滑なる議会運営と議会改革を後退させることなく、さらなる活性化に努めてまいる所存でありますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。それでは ここで暫時休憩といたします。議員閣においては全員協議会室へご移動願います。会議の再開は常任委員会および議会運営委員会の委員等が決まり次第再開をいたします。休憩前に引き続き会議を開きます。次に日程第6常任委員会委員の指名を行います。本件につきましては委員会条例第5条第1項の規定により指名いたします。事務局長より朗読させます。それでは読み上げさせていただきます。総務常任委員会、久保谷実議員、柴原誠一議員、川端修司議員、野口雅弘議員、樋口達也議員、石引大輔議員、民政教育常任委員会、上井和美議員、永井義和議員、飯野義治議員、栗原義行議員、高野義雄議員、落合剛議員、産業建設常任委員会、吉田健一議員、久保谷満議員、難波千佳子議員、平岡博議員、海野隆議員、栗田利正議員、以上でございます。お分かりいたします。ただいまの朗読通り指名することにご異議ございませんか。はい、異議なしと認め採用決定いたします。次に日程第7議会運営委員会委員の指名を行います。本件につきましては委員会条例第5条第1項の規定により指名いたします。事務局長朗読させます。はい、
それでは読み上げさせていただきます。議会運営委員会委員、吉田健一議員、久保谷実議員、上井和美議員、柴原誠一議員、野口正弘議員、難波千佳子議員、以上でございます。お分かりいたします。ただいまの朗読通り指名することにご異議ございませんか。異議なしと認め、採用決定いたします。それではここで暫時休憩をいたします。各議員閣議においては全員協議会室へご移動願います。会議の再開は常任委員会及び議会運営委員会の委員長副委員長が決まり次第再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。次に日程第8常任委員会及び議会運営委員会の委員長副委員長のご選結果を報告いたします。事務局長に報告をさせます。はい、それではご報告させていただきます。総務常任委員会委員長樋口達也議員、副委員長石引大輔議員、民政教育常任委員会委員長栗原義行議員、副委員長飯野義晴議員、産業建設常任委員会委員長平岡博議員、副委員長吉田健一議員、続きまして議会運営委員会委員長吉田健一議員、副委員長上井和美議員、以上でございます。以上で常任委員会及び議会運営委員会の委員長副委員長のご選結果を報告を終わります。次に日程第9龍ヶ崎地方衛生組合議会議員の選挙を行います。本件につきましては龍ヶ崎地方衛生組合規約第5条第2項の規定により議員2名を選挙するものです。お分かりいたします。選挙の方法につきましては地方自治法第118条第2項の規定により指名推薦によりしたいと思います。これにご異議ございませんか。異議なしと認め採用決定いたします。お分かりいたします。指名の方法については議長において指名することにご異議ございませんか。異議なしと認め採用決定いたします。それでは龍ヶ崎地方衛生組合議会議員に川端修二君、海野隆君を指名いたします。お分かりいたします。ただいまの指名しました川端修二君、海野隆君を龍ヶ崎地方衛生組合議会議員の当選人と定めることにご異議ございませんか。異議なしと認め採用決定いたします。ただいま当選されました川端修二君、海野隆君が議場におられますので本席から会議規則第33条2項により告知いたします。次に日程第10牛久網町最上組合議会議員の選挙を行います。本件につきましては牛久市網町最上組合規約第5条第2項の規定により議員3名を選挙するものです。お分かりいたします。選挙の方法につきましては地方自治法第118条第2項の規定により指名推薦にしたいと思います。これにご異議ございませんか。はい、異議なしと認め採用決定いたします。お分かりいたします。指名の方法については議長において指名することにご異議ございませんか。異議なしと認め採用決定いたします。それでは牛久市網町最上組合議会議員に飯野義晴君、樋口達也君、石引大輔君を指名いたします。
お分かりいたします。ただいま指名しました飯野義晴君、樋口達也君、石引大輔君を牛久市阿仁町最上組合議会議員の当選人と定めることにご異議ございませんか。異議なしと認め採用を決定いたします。ただいま当選されました飯野義晴君、樋口達也君、石引大輔君が議場におられますので、本席から会議規則第33条2項により告知いたします。次に日程 第11茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。本件につきましては茨城県後期高齢者広域連合規約第8条第3項の規定により議員1名を選挙するものです。お分かりいたします。選挙の方法につきましては地方自治法第1108条第2項の規定により指名推薦にしたいと思います。これにご異議ございませんか。はい、異議なしと認め採用を決定いたします。お分かりいたします。指名の方法につきましては議長において指名することにご異議ございませんか。異議なしと認め採用を決定いたします。それでは茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員に久保谷満を指名いたします。お分かりいたします。ただいま指名されました久保谷満が後期高齢者医療広域連合議会議員の当選人と定めることにご異議ございませんか。異議なしと認め採用決定いたします。ただいま当選されました久保谷満が議場におられますので、本席から会議規則第33条第2項により告知いたします。おかしいの。次に日程第12稲敷地方広域市町村圏事務組合議会議員の選挙を行います。本件につきましては稲敷地方広域市町村圏事務組合規約第5条第2項の規定により議員3名を選挙するものです。お分かりいたします。選挙の方法につきましては地方自治法第118条2項の規定により指名推薦にしたいと思います。これに ご異議ございませんか。異議なしと認め採用を決定いたします。お分かりいたします。指名の方法については議長において指名することにご異議ございませんか。はい、異議なしと認め採用を決定いたします。それでは稲敷地方広域市町村圏事務組合議会議員に久保谷実君、上井和美君、南下義和君を指名いたします。お分かりいたします。ただいま指名いたしました久保谷満君、あ、じゃあね久保谷実君、上井和美君、永井義和君を稲敷地方広域市町村圏事務組合議会議員の当選人と定めることにご異議ございませんか。はい、異議なしと認め採用を決定いたします。ただいま当選されました久保谷実君、上井和美君、永井義和君が議場におられますので、本席から会議規則第33条2項のにより告知いたします。次に日程第13議案第32号専決処分の承認を求めることについて、阿仁町税条例等一部改正について、議案第33号専決処分の承認を求めることについて、阿仁町都市計画税条例の一部改正について、議案第34号専決処分の承認を求めることについて、阿仁町国民健康保険税
条例の一部改正について以上3件を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長千葉茂君登壇願います。皆さんこんにちは。まずはじめに、今回の町議選挙におきましてご当選誠におめでとうございます。心からお祝いを申し上げます。これから4年間のご活躍を心よりご期待を申し上げたいと思います。また久保谷満議長そして難波副議長よかりましてはご就任おめでとうございます。今後も議会活性化のためにご尽力をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。本日は令和2年第1回臨時会を招集しましたところ議員各位には公私ともご対応のおりにもかかわらずご出席をいただきましてここに臨時会が開会できますことを心から感謝申し上げます。まず議案第32号から議案第34号までの専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。議案第32号から議案第34号について関連しますので一括して提案理由を申し上げます。本案は働き方の多様化等を踏まえ地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い阿見町税条例阿見町都市計画税条例阿見町国民健康保険税条例を一部改正し早急に施行する必要が生じたため3月31日をもって地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行ったもので同条第3項の規定に基づき報告するものであります。議案第32号の阿見町税条例等の一部改正の主な内容としましては町民税関係では未婚の一人親に対する税制の見直し等固定資産税関係では所有者不明土地等にかかる税制の見直しなど所要の改正を行うものであります。議案第33号の阿見町都市計画税条例の一部改正の主な内容としましては町税条例の固定資産税の改正と同様の理由で所要の改正を行うものであります。議案第34号の阿見町国民健康保険税条例の一部改正の主な内容としましては課税の限度額のうち基礎課税額を2万円引き上げ63万円とし介護納付金課税額を1万円引き上げ17万円とするものであります。また低所得に対する国民健康保険税の軽減措置について5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を28万5千円に引き上げ2割軽減の対象となる世帯の軽減所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を52万円に引き上げるものであります。以上提案理由を申し上げましたが慎重審議の上ご承認いただきますようお願い申し上げます。以上です。以上で提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑を許します。11番海野隆君。はい、ご説明ありがとうございました。ページ数条文では第54条、固定資産の納税義務者、対象表現行と改正後の対象表があって、わかります？54条の、3と、あ、いや、4と5かな ?4 と5。4と5。ん？議案？議案は32号。大丈夫ですか？はい。それでね、実務的に我々もよくわからないので教えてほしいんですけれども、
現行だっていうと4があってですね、次5に移るんですけども、まあ、改正後だっていうと4の後に5を新しく付け加えて、まあ、そこから一つずつ、まあ、ずれていくんですけども、そこでその実務上、現行ですよ、現行4月1日以前、いやいや3月31日以前かな、どのような手続きを持ってその登録をしていたのかということをまず教えてほしいんです。で、その新しい改正後ではね、その当該登録をしようとするときはあらかじめその旨を当該使用者に通知しなければならないと書いてありますけれども、その現行ではどういう手続きを持ってその登録していたのかということをまずお伺いしたいと思います。ただいまの質疑に対する答弁を求めます。税務課長斉藤明君。はい、はい、お答えいたします。改正前の規定は、東日本大震災等を想定したものであり、阿見町においては、現在まで、そのような事例は、実際のところは、ございませんでした。はい、今回の改正によって、そういった具体的な手続きが明確でなかった部分に対して、法令上明確になったということなので、税条例も改正しまして、今回の提案となりました。以上でございます。はい、上野隆君。でそうすると、まあ、確認ですけれども、その、まあ、これ固定資産税を、まあ、かけるためのものですよね。でこの相続なんかが生じたときに、そうすると現行ではこのいわゆるそのここでいうその4条5条、これを適用してその課税しているというようなその事例はないということで理解していいですか。税務課長斉藤明君。はい、お答えします。現行では、所有者が不在で、使用者課税しているような課税例は阿見町においては、存在しておりません。以上です。他に質疑はございませんか。10番永井義勝君。私は議案第34号の、国保のことでちょっとお伺いしたいんですけれども、この中で課税限度額ですね、61万円を、まあ、63万円にということになるんですけれども、まずこの60、その前が58万、あ、入ってない、はい、すみません、その前が確か58万だったと思うんですけど、まずお伺いしたいんですけども、61万円に引き上がったのはいつからですか。保健福祉部長、岩原和彦君。はい、お答えします。平成30年度に58万円になりまして、その後令和元年度に61万円に引き上げております。で今回令和2年度に63万円に引き上げるという段階になっております。以上です。はい、永井義勝君。はい、ということは、令和元年度に、61万円に引き上がったということですけれども、ということはちょっと今ホームページで、ここのところを見たんですけれども、算定基礎の PDF の版のところが平成30年度にまで変わってるんですなってて、まあ、この中では58万というふうな限度額ですね、記載がされているんですよ。でこれに関して、まあ、早急にこれ、この限度額の部分を直すだけで構わないかと思うんですけども、これいつ頃までに、ホームページの方の修正というのはできますかね。保健福祉部長、岩原和彦君。はい、お答えします。国民健康保険税の、説明画面については61万円に直っておりましたが、計算の方については平成30年度のままでしたので、これは至急直させるようにいたします。以上です。はい、海野隆君。ところなんですけども、私ちょっと数字的に教えてほしいんですけれども、まあ課税限度額、
まあ、だんだんこう上がってくるわけですよね。まあ、やっぱりその所得の人は所得に応じてそのまあ国庫財政を支えるためにまあ寄与しましょうと。で、5割2割か5割2割の、まあ、中間層というのかな、その辺人たちは少しこう軽くしましょうと、まあ、こういうことで今回 の、 制度の改正というかその金額の改正があったと思うんですけれども、この金額 の、 金額というかその制度の改正でね、その、まあ、試算をしていれば教えてほしいんですけども、その網町でその収支、収支がどういう収支になるのかっていうのと、それからその、まあ、基本的にあまり変わらないのかもしれないけどね、片方は上げてるけど片方は下げてるからね。てかもう一つはその限度額61万から今度63万にこうなっていくんですけど、その対象者の、まあ、世帯、これ世帯数でやってるんだっけ、世帯数、それから5割および2割で軽減される世帯があると思うんですけど、それの件数っていうのはその分かっていれば教えてください。試算をしていれば、あ、分かっていると思いますけど。保健福祉部長岩原和之君。はい、はい、お答えします。まず限度額のみの上がった場合については209万3700円上がり見込みがありまして、軽減の方につきましては合わせても107万5600円が軽減強化になりまして、合わせますと101万8100円の増加という形に記算しております。それと世帯の影響ですけれども、課税限度額においての上がったことによりまして影響を受ける世帯につきましては、医療費については102件から99件へとなりますので3件の減、それと介護につきましては26世帯から24世帯になりますので2世帯が減る形になっております。それと軽減額の強化につきましては世帯数について5割軽減が957世帯から977世帯になりますので20世帯が増加する形になっております。それと介護の方につきましては408世帯から419世帯に上がりますので11世帯の増加という形に計算しております。以上になります。他に質疑はございませんか。はい、これをもって質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第32号から議案第34号について会議規則第39条第3項の規定により委員会への付託を省略することにご異議ございませんか。異議なしと認め採用決定いたします。これより討論に入ります。討論を許します。はい、討論なしと認めこれをもって討論を終結いたします。これより採決をいたします。議案第32号から議案第34号について原案通り承認することにご異議ございませんか。異議なしと認めよって議案第32号から議案第34号については原案通り承認することに決定いたしました。次に日程第14、議案第35号、相町固定資産税評価審査委員会条例の一部改正についてを議題といたします。提案者の提案理由の説明を求めます。町長、千葉茂君、登壇願います。議案第35号の阿見町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について提案理由を申し上げます。本案は行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する法
法律の一部改正に伴い、本条例において引用している条項について所要の改正を行うものであります。以上、提案理由を申し上げましたが、慎重審議の上議決いただきますようお願い申し上げます。以上です。以上で提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑を許します。これをもって質疑なしと、認めます。これをもって質疑を終結いたします。これをもって質疑、こちらすいません、こちらこちら、ただいま議題となっております議案第35号については会議規則第39条第3項の規定により委員会への付託を省略することにご異議ございませんか。はい、ご異議なしと認め採用を決定いたします。これより討論に入ります。討論を許します。討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。これより採決いたします。議案第35号については原案通り可決することにご異議ございませんか。異議なしと認めます。これによって議案第35号については原案通り可決することに決定いたしました。次に日程第15、議案第36号令和元年度阿見町一般会計補正予算括弧第1号を議題といたします。提案者の提案理由の理由を求めます。町長千葉茂君登壇願います。議案第36号の令和2年度阿見町一般会計補正予算括弧第1号について提案理由を申し上げます。本案は規定の予算額に5,189,000円を通過し、歳入歳出それぞれ170億1,889,000円とするものであります。その内容は次の3点になります。1点目は当初予算に概算額で計上しておりました現在通行止めにしている飯倉地内の町道を横断する排水管の補修工事について調査の結果工事費を増額計上。その財源として県単土地改良事業補助金を増額、排水路整備事業債を新規計上するものであります。2点目は学校給食の異物混入対策として給食センターに金属検知器を金属検知器および野菜洗浄機を導入する経費を新規計上するものであります。3点目は新型コロナウイルス対策としてマスクや消毒薬などの購入費を新規計上するものであります。以上提案理由を申し上げましたが慎重審議の上議決いただきますようお願い申し上げます。以上です。以上で提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑を許します。11番海野隆君、ご説明ありがとうございました。6ページ歳出で、予防費、先ほど町長の方からですね新型コロナに伴うマスクとか、消毒薬かこれを購入する費用だということで補正が組まれているようですけども、学校も始まるとかいうことで、マスクですけれども、職員の方はもちろん、それから、学校、その他給食センターとかその含めて、そのこのマスクはどの程度、まず今マスクが足りてるのかどうかっていうことと、それからその、ここで118万マスクと消毒薬ということですけども、それはどの程度のボリュームで買って、それをどういうふうに配布するのかっていうことは
決まっていると思うんですけども、これについてご説明ください。保健福祉部長、岩田克彦君。はい、お答えします。現在、職員用のマスクについては、職員が自ら予備しているもので対応しているところでございます。また、いざと、まず職員の方が、まず症状があって、熱とか、咳とかそういうものが発生している場合において、その自宅、自分で所有するマスクがすでになくなった場合につきましては、管理者が現在1巻ごとに所属長ごとに50枚預かっておりますので、そちらから支給していく形になっておりますが、ほとんど現在使用されている形跡が使用されておりませんので、まだまだ職員自体は対応しているところがあるかと思います。それと、現在このサージカル新しく買う枚数につきましては、一応こちらにつきましては職員の方が半年間全職員が半年間行動できるようマスクと、それと医療や介護、そうした施設の方がで、いざという時に対応するためのマスクという形で、5万枚を用意する予定でございます。以上です。はい、海野忠君。一般の、町民の方々は、マスクの確保に結構苦労している人もいる。というふうにお聞きします。それで5万枚というと、相当な枚数なので、これで半年ぐらいで、収まれば一番いいんですけども、そのためのそのものだということで了解しました。それでこれちょっと関連なんですけども、その町からね、その中国の琉球に送ったマスク2万2000枚で、そのお返しとして4万枚がその26日かなんかに向こうは発送して、27日のテレビかなんかでやってましたけども、それでそのこれが到着をしているんじゃないかと思いますけど、これはどのような形でこの使うのか、これ分かります、到着してるんですか。そもそも保健福祉部長、岩原和彦君。あっち、町民生活部長、浅井良一君。はい、お答えいたします。琉球市の方 ですね、マスクが不足しているということで、国際交流の一環としてですね、阿見町の方から、提供したものが、今度琉球市の方からですね、阿見町の方で、かなり困っているということで、4万枚、送ってもらっていることになっております。で、今届いている情報ですと、成田空港にですね、先週末届いたということで、本日成田空港の方にですね、町の職員がですね、今それを引き取りに伺ってます。で、今後の使い方はですね、ちょっとマスクのですね、品質をですね、確認させていただいてからどのように使うか検討したいと思っています。以上です。他に質疑はございませんか。はい、永井義和君。今回のこの補正なんですけれども、今回補正が出るということで、コロナ関係のですね、国からとか県とかの、補助金絡みなのかなと思って見ていたんですけども、そういう感じじゃないんですけども、今現在国とか県からの補助金の動きってのはどうなってますか。保健福祉部長、岩田克彦君。現在のところ国や県からの補助という話は一切ございません。はい、長井良和君。そうですか。ちょっとね、私の聞いたところで笠間市でそういった形で補助金があって、国から2753万、県から1302万ということで、これ、予算の方補正でやってるという話をちょっと聞いたもので、てっきりそういう形になっているかと思ったんですけど、それは全然、町の方としては掴んでおりませんか。保健福祉部長、岩原和彦君。はい、お答えします。一切そういう話は聞いておりません。はい、はい、長井義和君。はい、分かりましたね。町まで来てないというんだから多分そうだと思うんですけども、そういった感じで県とか国からの補助、おりとは思うんですけれども、そういった場合には、今度平成じゃないな令和2年度の補正という形で扱いはするわけですか。保健福祉部長、岩田和彦君。
令和2年度補助金ということでそういう動きがあるのであれば町としては支給それを使って補正要請を組んでいきたいと思っています。他に質疑はございませんか。あれ川端修司君。はい、6ページ の、 教育費でこの、給食センターの備品の購入が出ておりますがこの金属探知機また野菜の洗浄機でこれはそれぞれ何台でまたその能力的なものはどういう仕様になっているのかそれちょっと教えていただきたい。教育部長立石乏久君。はい、お答えさせていただきます。今回補正をさせていただく金属検知器探知機こちらは給食センターの方に2台設置することとなります。その2台の設置場所につきましては、搬入ラインが野菜系が1ライン、それからそれ以外の穀物肉類が搬入ラインがもう一つラインがございますので、そのラインごとに1台ずつ設置する予定でございます。その他野菜洗浄機につきましては既存の洗浄ラインに上乗せしてつけるような形になります。でそれぞれの性能につきましてはまず金属探知機につきましては約鉄の破片が 1.2 ミリそしてそれ以外の金属は約2ミリのものが検知できると試験ではホチキスの針が検知できているというようなそういう性能でございます。発注につきましても基本的にはこの性能発注で発注をしたいというふうに考えてございます。それと野菜洗浄機につきましては既存建屋の構造がありますのでその構造に設置できる野菜洗浄機これを限定して設置することとなります。それぞれ金属探知機の方には2台合計で572万2000円ほどそして野菜洗浄機につきましては699万ほどの金額の補正をさせていただいたということでございます。以上でございます。川端修司君。はい、ありがとうございます。そうしますとこの金属検知器に関しては金属のみで異物ということではないと捉えてよろしいですか。教育部長立石智也君。智久君。はい、お答えさせていただきます。今回の金属検知器探知機につきましては金属のみということでございます。でそれ以外 の異物につきましては通常その野菜でいきますと洗浄ラインがありましてで、こういうパレット式のところに目視で約25、6名の調理員が確認をするという作業をしているんですが今回野菜洗浄機を入れることによりまして若干人員の削減が見込めます。そういった方をプラスアルファそちらの方の目視ラインに当てましておおむね人的目視を30名程度で実施する予定でございます。以上でございます。他に質疑はございませんか。はい、8番飯野義春君。はい、ちょっとこの補正予算の中には入ってないんで的外れになるかもしれないけれども関連したものなんでちょっと教えていただきたいんです。今回の道路の陥没による、工事なんですけれども非常に調べてみたら思ったよりも地盤が大変な状態で緩くてそれにかかる費用がかなり増額されるということで、金額もさることながら工事期間が5月頃から始まって11月今年いっぱいぐらいかかるということを説明でお聞きしました。私も圏央道の工事を見てるんでその軟弱地盤の上にああいうその建物っていうか橋を架けるのがいかに大変か隠れた部分にお金がかかるかっていうのはよく見てるんで今回の増額はしょうがないかなと思うんですけどもこれだけ長くかかる中で子どもたちがね10名弱だけどもやっぱり通学路の中でやっぱり送り迎えをタクシーであるという話をお聞きしたんですけどもその人数とタクシー代はどのくらいあるかかるのかちょっと関連したやつでお聞きしたいんですけどもどうでしょうか。教育委員長。
大丈夫、まあ本当は議案に入ってね、ね、今のはちょっとあれだね、議案に入ってないので、はい、だから最初に、はい、後で、はい、最初にお断りしたんですけども、これはこの工事に関わる費用としては非常に負担したものだと思うんですよ。でもしこの場で議案に入ってないということで答弁をいただけなかったら、そのことを後で調べていただいて、お知らせを願いたいということを約束してもらって終わります、はい。他に質疑はありますか。これをもって質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第36号については会議規則第39条第3項の規定により委員会の付託を省略することにご異議ございませんか。異議なしと認め採用を決定いたします。これより討論に入ります。討論を許します。討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。これより採決いたします。議案第36号については原案通り可決することにご異議ございませんか。異議なしと認めます。これをもって議案第36号については原案通り可決することに決しました。次に日程第16議案第36号有馬地監査員の選任につき、これ何つった今37号、すいません、議案第37号有馬地監査員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。提案者の提案理由を求めます。町長千葉茂君登壇願います。議案第37号阿見町監査員の選任につき同意を求めることについて提案理由を申し上げます。令和2年3月31日付町議会議員の任期満了により議会議員から選任しておりました難波千佳子氏が退任となりました。つきましては次期の監査員として上井和美氏を選任いたしたく同意を求めるものであります。慎重審議の上同意いただきますようお願いを申し上げます。以上で提案理由の説明は終わりました。これで地方自治法第117条の規定により除籍の対象となる15番上井和美君の退席を求めます。本件につきましては質疑委員会の付託討論を省略し直ちに採決したいと思います。これに異議はございませんか。異議なしと認め採用を決定いたしました。これより採決いたします。本案は原案通り同意することにご異議ございませんか。異議なしと認めよって議案第37号は原案通り同意することに決しました。ここで15番上井和美君の除籍を解き入場を許します。
以上で本理事会は予定された日程はすべて終了いたしました。これをもちまして令和2年第1回阿見町臨時議会を閉会といたします。ご苦労様でした。